皆さんこんこにちは、えー、日本はの習近平国家主席ですね、中国の、えー、国民としてお招きするという話があの、まあ、進んでいるわけですが、まあ、これについての世論とかですね、あるいはの与党内でも反対の声はものすごく多いわけですね。えー、国民はほとんど反対なんじゃないでしょうかね。で 判定するだけじゃなくて、この国賓で招待するということも取り消すべきだという声もあるわけなんですね。しかしあの現実問題としてですね、国賓として招待するということでもうすでに話を進めているわけですので、これをね、もう日本には来てもらうが国賓として招待することはもうやめるということはもうこれはとてもできないことですね。 えこういうことをしたらまあ大変、まあ、自分たちはメンツを潰されたというふうにあの誰しも思うわけですね。ましてあの中国というのは真偽その他よりもまずあのメンツを重んじる社会であるということですね。メンツといえばね思い出すのはあの尖閣諸島ですね。もともとあれは個人所有の島だったんですが、えー、あの時に 東京都知事だった西原慎太郎さんが、えー、それを買い取るという話をしましたでしょ。で、これであの国当時は民主党政権ですね、野田政権ですね、もうこれ、慌てふためいて、えー、そんなことしたらね、中国を刺激するというようなことを考えたそうなんですが、えー、やったことはね、全くあの粗末な対応だったんですね。 石原さんは、ね、なぜあの尖閣を買い取ろうというふうにあの言い出したかというと、まあ、国はあの動かなかったというのもあるんですがえ当時、中国からですねあはあのえこの実際、年間、ね、あれ国が2500万円ぐらい借りていたんですがえ何億円という、ね、金額でこれあの買い取るという話がですねえこの尖閣の所有者に出ていたと。 こういう話が舞い込んでいたわけですね。で、実際に提示されていた金額というのがですね、えー、実は国はあれ20億円ぐらいで買ったんですよね。で、20億円ぐらいで買ったんで、あの石原さんもこのぐらいのところでねあの、いろいろ資金集めましたでしょ。で、中国が提示していた額というのは、こうしたあのいわゆるこの20億円よりもはるかに巨額でこれを買い取ると。 いう話を進めていたそうなんですよこういう計画があったということですね、えー、これを知った石原さんが、えー、都がこれを購入するという動きに出たわけなんですねそういう話があの伝わっておりますで野田政権のお粗末なのはですね、えー、慌ててこれ石原さんにこれ任せるわけにいかんとね中国で反発が起きているということであの民主党政権時代に勝ったわけですね これがですね、あの本当にあの何もこう政治とかね、こういう一つのパワーバランスとかあるいは国民性とかですね、相手のもう全く何も、えー、これ調査せずに、まあ、お粗末なことやったというふうにこれは断言できるんですね。と言いますのは、えー、民主党政権、野田政権がこの尖閣の購入を決定したのは胡錦涛と会談したすぐ後なんですよ。 でこの中でもあの尖閣についての話も出てたんですね、えー、これはずっと棚上げしてきましたので、でこの胡錦涛、当時は胡錦涛が国家主席ですのでね、えー、この対談のすぐあとでこれを国あの野田政権が、国が購入するということをしたわけなんですね、えー、これはね、誰がどう考えても、胡錦涛国家主席と会ってすぐにですね、 えー、こんなことをされたんでは大変なこれメンツを潰されるわけですね、相手としては。これ、どこの国の人であっても同じだと思いますね。えー、例えば、日本側の、ね、総理大臣と、えー、相手国の、ねえー、トップのまあ大統領とか、まあ、そういった会って話をしたとしますでしょ、その中で A という地域についての話が出たと、でこれはまあとりあえずまあこの問題はこういうふうにしておいてといただまあ棚上げですね。 してそれからすぐにですね相手がその話が出たその場所について自分たちの国がもう買い取るとこういうことをされましたらあのメンツをまたあのそれほどにはこの気にしない日本人もですね大変なこれメンツを潰されたということにもまあなってくるわけですねこういうお粗末な対応したのがあの民主党政権だったんですね。 まあここで先最初の話ですが、今更、ね、国賓として招待するということで話が出たものを、これをもう取り消すということなんかも実際にはできるはずないんですね。で、いろんなこの反対の理由といったものもあるんですよ、あの中国ではね大変これ、喜んだ声がいっぱい出ておりますけどね、国民の間からも。 あの現在、今中国のやっていることを見ますと、ねほら、ウイグル問題からその他、いろんな、ね、言論弾圧、え民主主義国諸国とは全く相いれないこの政策の中で,です、ね、あのまあ、例の,あのコロナウイルスについても最初にこれを告発して、ね、政府の隠蔽を告発した医師、えー、この医師はあの国からこれ大変な目に遭ったわけですね、まあ、の先ごろ亡くなってしまいましたけれども、えこういう国なんですね。 こういう国を相手にしているということはまず覚えておかななきゃいけないわけけわですね、まあ、そういう中でですねこの国賓なぜねじゃあ日本が安倍政権がこれを彼はあの国賓として招待するしようとしているかということなんですがこれはですねあの、まあ、私がね考えますにやはりもっと深いね 国民一般の国民には知らされていない辛抱遠慮があると思うんですよ。あのー、おそらくはですね、えー、公にはね一般にこう公表するわけにいかないような事情あるいは、まあ、将来を見据えてですねやっぱり、あのー、公表できないような事情とかですね、まあ、いろんな理由があると思います。で,ではこれ今招くことについて是か非かと。 いうことをまあ、現在、ああいう共産主義体制の、ねまあ、独裁政権のトップですので本来は国賓という、ねえー、正体といったものはあの、えー、ない方がいいということはありますけれどもおそらく、もっと、ね、それをずっと超えるようなところで大きな理由があるんだろうということなんですね。これについてはです,、ね、あのすぐに出てくることはまずないと思います。 しかしいずれ、ね、これがなぜであったのかということは、えー、少しずつでも出てくると思うんですね、その理由が。きっと、ね、この大きな理由があるはずなんですよ。それは結果的には日本の国益には大きくつながっていく理由であるはずなんですね。えー、と私がいろいろこの見ておりまして、えー、そういうふうな思いをやっぱりあの抱くわけですね。 実際のところどういう理由であるかというのはあの分かりませんけれども理由があるこれだけはもう間違いないですはっきりとした理由がありますこれはあの安倍政権の内部でもですねおそらくはもうトップシークレットに近いような形でですねこれがあの共有されているんだと思うんですよ。 でもう1つは、ですねあの、まあ、トランプ大統領もこれについて、公に発言してないですねあの、反対してないですね、日本が国賓として、えー、習近平国家主席を招くと、えー、これはおそらくは、ですねトップの中では情報が多分共有されている可能性もやっぱりあるわけなんですね。 えー、日本としてはやっぱり第一に考えるべきはやっぱりアメリカということにどうしてもなってきますので、えー、日本がねアメリカを全く気にせずに、えー、国際社会の中で生きていくことは現在はもう難しいわけですねもしそういうことをしようと思ったら日本はもうはるかに軍事力を高めてですね、まあ、当然これあの核兵器もしくは核を超えるようなそういったのパワーがいるわけなんですね、えー、核兵器というだけでねアレルギー反応が日本人は出やすいんですが ししかしここでは一つね、あのプーチンの言った言葉をお伝えして、あの最後にしたいと思います。プーチンははっきりこういうことを言っているんですよ。核兵器がない国なんかも、真の独立国家とは言えないと、実はこれがあの世界の現状であるということなんですね。きれい事だけで済むんであればね、ねの世の中に戦争なんて全く起きていませんし、えー、いわゆるこの兵器なんていうものも、こんなにたくさんね、あの 地球に散らばっていると、こんなこともないわけです。皆さんはどのように思いましたかご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録、し、